朝6時起きで、本日もディズニーランドです。もううちの家族サービスはディズニーランド、とにかくディズニー鉄板ですね。下手に、そうですね、下手に旅行行くより、旅行行くだけで往復でね2万円ぐらいかかっちゃうんで、なもんでディズニーランドは今、1万8000円なんで、近いし子供も喜ぶし、まあディズニーランドを定期的に入れとけば家族サービスは OK かと。今日も一日ディズニーランドが